が首相公式訪問で合意、10月23日軸というね、続けて深入にまいりましょうまあ安倍総理ご自身が中国との関係改善に積極的なんですが、僕は自民主党の部会でも発言しておりますけれども、必ずしもいけいけで、どんどん改憲改善すればいいと、それが最優先だとは思っておりませんで。であのそそもそも お日本外交は特に敗戦後とあの外交というのはとにかく仲良くすることだと、うん、仲良くすればいいんだという間違った考えがうんまかり通っているんですよね、うん、でこれはあの敗戦国の外交をやらざるをえなかった外務省の姿勢もありますし、はい、それからいつも申してる通り外交っていうのはそのお話し合って話し合って うまくいかなかったらもっと話しましょうではなくて話し合って話し合ってうまくいかなかったら実力の勝負になりますからそうならないように話し合いで決着つけましょうねというのがすべての基本になってるわけです。これいい悪いを言ってもしょうがないんで現実に国際社会の外交は日本以外はすべてそうなんですよ。 まあ、自ら憲法によって封じ込めていてこれはアメリカが原案を作った憲法なのは事実ですけれどもそれは憲法96条にこうやって改正してくださいってあるんですからそれを使わない私たち日本の問題なんですよね。でしたがってその敗戦後73年間僕らはずっと学校の教育でもオールドメディアでもまあ簡単に言うと虎のニュース以外ではほぼ全部。<laughs> 外交というのはとのにかくく仲良すすることなんでよ、はい、だからこうやって日中が友好ムードになると自由、はい、民主党の現職の議員がこの関係改善をどんどんやることに関するの賛成じゃないってこれ言ってるっていうのは十分問題発言だでも僕はリアルに言ってるだけであって、はい、この日中の関係改善っていうのは、はい、例えば日中の間で一番深刻な問題の一つは当然尖閣諸島ですから、はい、これちっともよくなってないわけですよ。はい で今日あえてそこにはあの出してませんけれども、えー、尖閣諸島の中国戦4日連続というニュースもあるわけですよね、えー、この中に今日ちょっと項目多いので入れませんでしたがはい、はい、したがってその尖閣諸島について何か、はい、の今までのような言っているだけという約束は少しあったんですけど、はい、そんなんじゃなくて、はい、実際に中国の武装戦が入ったりもしませんとか。 あって改善されるんじゃなくてそれ全然ないままただ首脳間が仲良くしようとしててしかも日中首脳会談でこの尖閣についてひょっとしたら何かそのうまく丸め込もうみたいな話が出るかもしれないけれども実質的にえ中国はこの尖閣諸島は自国の領土だという全く嘘の虚偽の間違った主張を不法な主張を取り下げる気配はゼロなわけですからゼロです、残念ながら。 <え>はい、少し行動を慎んだりすることはあっても,もう実は、うんそこの点がゼロなのにただそのニコニコを握手すればいいというのは外交だというのは話が間違っているわけですよ。えー、で、もうあの、たらのニュース月曜日の「朝一からわざわざ見てくださる方々はこう皆さんは特別ですけどねこの雨の中もおいでくださってるんですからそういう人々ならもうすぐ分かっていただけると思うんです。僕は1本目、うん、なぜ あれだけ詳しく話したかというと中国のシーンかりますよね今、中国はアメリカと戦争状態ですよ、実際は。2つあって、1つは貿易戦争でどっちが勝つかですよね、2つって言ったけど、本当はここに通貨も含まれているわけですよ。で、言わなかったのはドルが勝つか、人民元が勝つかって、人民元勝ちよないんですだからむちゃくちゃ苦しい状況になってるわけですよね、もャイナは。 北朝鮮の取り合いですよねでこれはあの僕は中国共産党の一員だったらですねこれ二つもどんだけショックか今まではオバマ政権までついこの間までですねアメリカは売るものが減ってるんですよ、ね、例えばアメリカを買う人って世界で減ってるわけですよ、うん、<laughs> 実はアメリカ国内でも減ってるわけですよ、ね、で外に売れるものっていうのは例えば穀物であったり肉であったりね もうあの果たして本当に先進工業国と言えるのかとうん、うん、でもし売るとしたら単価の、うん、非常に高い宇宙,宇宙関連とかね、えー、あるいはもちろん軍事とかね、はい、でそれやこれやでそのアメリカは中国を必要としてくれてると、はい、なんせ、えーえー、まだまだ物が欲しい国は中国とインドしかないわけですから<ー>だから中国とインドを比べるとやっぱり中国のはるかに先行してて。 で中国は実人口14億を超えていると思われますけれどもね国連に届けていた人口だけで13億あってで中国の経済統計当てにならないから推測するしかないんだけどものが欲しい人がまだ10億人規模でいるとでしかも前も言ったと思うんですけど中国語でアメリカのことをこう書くわけですよね皆さんご存知だと思いますけど、ね、美しい国、美国と書くわけですよね。 であの解放軍の将軍などに聞いたらやっぱこういう字を選ぶってのは偶然じゃなくて理由があるんですかって言ったらもちろんそうですだからアメリカに対する憧れは<ー>実は我々解放軍の軍人でも大きいですとはっきり言ってくれた人もいるんですよね。でしたがって中国はアメリカがその世界で売れなくなった僕はガラクタって言ったりしてこれも問題発言ですけれどもでまああのー。 ちょっっとメーカーカもやめますけど前ったかな <laughs> アメリカの主要車メーカーのセールスマン優秀な日本人のセールスマンがやってきて青ウ <laughs> さん車好きだからこのオープンカーだけはぜひ乗ってほしいと言われて <laughs> 試乗しようと座った瞬間にバックシートがバターンと倒れて <laughs> であの呼べど叫べどっていうかその優秀なあのセールスマンって機械も分かるから一生懸命やって <laughs> 僕も協力したから結局背もたれは起きず、ねね、そのまま。 まあ、あの法律の範囲内で走,走るしかな,なかったと <laughs> <ー>え、本当はもう法律ぎりぎりですよね、そういう状態なんで、うん、日本、ドイツのものづくりに比べると、やっぱり見劣りがあすると<ー>、ねでえー、アメリカはずっとだから中国を頼りにしてくれると、10億人がアメリカのものを買うんだからと思っていたら、うん、いきなり、その貿易で、ドカーンという戦争をトランプさんが仕掛けて。うん これさっきトランプさんを評価すると言ったのはここであってこんなの彼,しかできる彼って知ってるトランプ大統領にしかできませんよできないんだけどまともに考えたらできるわけないんだからでも子供のようにこうバーンとこう飛躍できる頭で考えたら貿易量が実はアメリカは2倍以上なんだから。 お互いに関税をかけてくるだろうと、シン・キさんをかけてくる、うん、それでトランプさんはやめてやめてって言って、うん、でこのやるんだったらでやめた人もいるわけですよ、うん、経済の主要メンバーで、うん、トランプ政権の中に。だ、うん、からトランプさんが考え,考えてたのは、この習近平さんが同じ関税をかけてきても、途中でかな止まるじゃないかと、うん、つまりアメリカはこっちがこれだけあって、中国はこれだけしかないんだから、ここをかけて勝ちだと、うんね、その通り、勝ちなんですよ。うんねで そうすると、ですねそのさっき話の途中になったの元に戻すと普段よりも北朝鮮を取られる普段からあの怖いんですよ、さっき言った朝鮮半島や日本を野蛮と言って中国がばかにするかのような姿勢を長年とって言ったのは逆に怖いからであって、はい、特に日本が怖いからであってだから憲法9条を変えさせないように一生懸命、工作もしてるわけですよね。それが安心してた喉元が、はい これ前から申し上げたんですけど僕のこの汚い顔で申し訳ないんだけどこれが中国大陸だとすると朝鮮半島は間違いなくこの喉で喉仏<ー>までのこの柔らかい部分が、ねはい、君は君はジャパかぐらいの僕もこうタプタプになっちゃってるけどこれが朝鮮半島いやいや,いや北朝鮮ですから、うん、で喉仏から下は韓国でそれは親米勢力で、うん、で日本っていうねそのもっと大きな経済力があって<ー>この下全部アメリカなわけでしょ。 今日はチャイナから考えたら、はいそう、ここがですね、いきなり取られるっていうのは、それは許し難いわけですよ、うん、そうするとですね、アメリカと向かい合い、特に北朝鮮が取,れない、えー、取られないように、やったことない北朝鮮の独裁者を暗殺するかもしれんぞっていう軍事演習までやらざるをえないときにです、ね、うん、日本と喧嘩できるわけがないじゃないですか、これだけのことなんですよ、実は。うんね だから皆さんが僕も含めて大量の税金を入れてる東京大学をはじめとして学者の方々がいろいろ難しく言ってるけどもそれは難しく言わないとそれがビジネスにならないからであってあの普段例えば恋人を取り合ったりね取り合わざるを得なかったりだから男同士の友情正直僕はあんまりいないけど三角関係もなくはないでしょあ,ありますよ、ね、人間関係っってやっぱり あの会社の中の人間関係も部長が実力者だったらそのねあの担当部長の下に課長が3人いたらやっぱり部長取り合うみたいな場面も起こりうるじゃないですかねそういうことと国際社会っていうのは全然変わらないんで人間のやることが急に国際関係になったら変わるってことはむしろその方が不思議なんで,でどこでスイッチ切り替えるんだってスイッチなんかありませんから人間はやること同じなんですよだからしたがって実は何か日中の間で実質的に良くなったんじゃなくて 中国のご都合で日本にニコニコしてるんであって、ええうん、ここで妙な合意っていうのは絶対やってもらいたくないんですよ、ええはい、だから住民の部会でいつも釘を刺すようにしてるんですけれどもね、ええ、はい。